レアンドロ・マルコス・ペルチェナ・ペレーラは、ブラジル出身のサッカー選手。J リーグ・ガンバ大阪所属。ポジションはフォワード。アソシアソン、フェロビア・リアジエス・スポルテスで、プロキャリアをスタート。翌年、モジミリン EC に移籍。2012年12月に、カピバリアーの FC に移籍したが、翌年の5月にクラブを去り、アドク・イカザに加入した。2014年1月、アソシアソン。 ポルトゥゲーザチデスポルトスと短期契約を結んだ。4月1日、アソシアソン、シャペコエンセジフチボーニー遺跡。SC コリンチャンスへの1年間の期限付き遺跡で合意していたが、最終的に2014年12月19日、SE パルメイラスと5年契約を結んだ。2015年8月、ベルギーのクラブブルッヘにー遺跡。 契約は3年プラス1年で遺跡金として1420万、レアルが支払われた。クラブは2015から16シーズンのジュピラープロ、リーグで優勝を果たしたが、自身は12試合無得点に終わった。2016年6月29日、2017年6月30日までの契約でフルス、パルメーラスに期限付き移籍した。2019年1月15日、J リーグ、 松本山が FC に完全遺跡で加入することが発表された。約半年で12試合に出場しに得点の成績を残した。2019年8月4日、サンフレッチェ広島 FC に期限付き遺跡。背番号は39。2020年も引き続き広島に在籍し、開幕戦となった2月23日の鹿島アントラーズ戦から、 新型コロナウイルスの影響での中断を挟み3試合連続ゴールを決めた。最終的にチームトップリーグ3位の15ゴールを挙げたが、契約延長交渉がまとまらず、シーズン終了後に期限付き移籍期間満了で退団した。2021年1月22日、ガンバ大阪に完全一席。ありがとうございます。